はい、どうもこんにちは、メルです。はい、どうもこんにちは、スイです。もっと近づけよ。イエス。はい、なんとね1周年ですよ。イエーイ。そうそうね、初めの動画出して、うん、もうちょうど1年。素晴らしい。嬉しい。早かった。いや、なんか全然そんな感じしんくない、うん、全然せん。やっぱほら、あれやない、週に1回しか出しないから週に1回しか出しないから そこまで早いとは思わないってことだよ。そう、いやまあ、うん、でも結構動画出したし、1年すごい、1年経ったけどなんか全然変わってない気がするじゃん。実感ないね。いやね、まだまだ底辺だよ。あ、でも待って、100人になったよ。おーおー、なんて答え方もしたわね。100人は嬉しいわ。いや、なんで100人もね、ねみたいな、照れるね。照れるね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれをね、記念してっていうか、ね、またあれをね、あれするよーみたいな。あれをあれする。まあその動画はね、お楽しみにみたいな。楽しみに。いや、それは実況なのかな。どこかなみたいな。どこのみたいな。どこかなみたいな感じ。そうそうそう。そう、まあ、あれをあれする、うん、あれをあれする。まあ間違ってないよね。間違ってはないと思う。あれをあれするっていう言い方じゃおかしいけど、うん、ありがたいですね。そう、マジ嬉しい。ありがとうございます。いやー、これからもね、ちょっとどんどんね、動画上げてやっていきたいと思います。思います。順調っちゃ順調だよね。実感ないけどね。うん、普通に嬉しいみたいな。嬉しいけど実感がない。うん。まああれをあれするってことですね。そう。まあ、つまりあれをあれするっていうのと、まあ1年あれとはってたよって、あれとはって何？1年経ったよっていうのと、まあ、あれをあれするよっていうのと。うん、あの100人達成したよっていうのをただの報告みたいな感じ。何回あれをあれするっていうんだよ。それはちょっとお楽しみにしとかんとさ。いや、なんか生放送とかやりたいわ。やりたくない？でもなんか面白いこと言えなそうやけど、うん、てかそもそも誰か来るのかっていう心配。多分ね、2、3人ぐらいしか来ないと思う、うん、いや、もう0人かもしれない。0人かもしれない。自分たちが見るっていうあれもある。そうそうそう。で、なんかね、違うアカウント作ってなんか自分でこう打って大きなとか言って質問ですみたいな気持ち悪い。悲しすぎる。いや、ちょっとそれはやばいよ。悲しい。そのためだけにアカウントを作る自分もね。そう、いやいやいや、もうまあ来てくれること、まあ来てねって、その時はちょっとツイートをポーンってするんで、その時はポーンって来て、ポーンって質問して、うん、ポーンってバイバイって、うん、はい、そういうことです。何でも答えるとは言ってないよ、うん、ある程度は答えるんで、まあ、ね、まあだからある程度するって言った時は来てください。なんかその雑談みたいなやつ、久しぶりやけど、なんか話すことか、そう、見つからない。そう、ね、てかもうすぐそれじゃね、雨が始まる。いやだ、めっちゃ雨降るやん絶対。マジだ。雨は別に好きやけど、え、なんかさ、わからん、なんか冬の時の雨と夏の時の雨がなんか嫌。そう、ベタベタする。そう、なんかうーんみたいな。わかる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 。
もうコーティングみたいな。そうそうそう。なんか絡まってるみたいな。そうそうそう。なんか嫌だ。なんか冬はサラサラみたいな感じで。そうそうそう。夏はなんかベタベタみたいな。そう、マジ、もう、ブーって。そう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 。もうやめてーって感じ。そうそうそう、なんかめっちゃベタベタする。そう、なんか、ほんと湿気すごいみたいな。湿気嫌だ。いや、なんもしてないのになんか服とかがさ、なんか生乾きみたいな感じになるやん。嫌、うんうん、だ。なる。最悪だよ。もう無理だよ。もう嫌だよ。まあそれが過ぎれば夏休みなんで。そうそう、みんなね、みんなね、みんなパラダイスで海にポーン行ったり、もうプール行ったりとかするんでね。勉強してる人はまあ、まあ、勉強とかもね頑張ってほしいですよ。そうですね。部活してる人頑張ってください。日焼けすんなよみんな。そうそうそう、まあ焼けたい人はどうぞ焼けてって感じだけど。そうそうそう、なんか私に。そう、やっぱ白い人は、そう、憧れる、もう焼けたくはない、うん、白くね。いやもう絶対引きこもっとうやろ。バレたか。うわ、引きこもってやがったぜ。いや、ちゃんと遊び寄るばい。遊んでます。いや、あ、ちゃんと遊んでますじゃねえよ。その体で言ってんじゃねえよ。遊んでます。いや、ほら、ちょっとこうしてよ、ほら。私はね、ちゃんと日焼け止めもしたのにね、知らないけど、なんか、こう、焼けたの。焼けたくなかった。今すぐこの肌を剃りたい。剃いで白くしたい。皮むけたぐらい焼けた人は痛そうだった。うん。いや、でも皮むけない人だから、本当に。白いよね。ふざけんな。ただの白さアピールみたいになるじゃんそれ。白。いや黒。私黒。白いよ。多分ね、死んでますね。いやーもう全然違うじゃん。上がると思う。うん、ちょっとここに今動画のところにポーンって。あると思います。このね、違いますね。ちょっとふざけてますね、これは本当に。ちゃんと塗ったら、もうベタベタみたいなレベルで塗ったのにね、これだけ焼けましたね。多分もう嫌だ、あの日焼け止めは嫌だ。どんな日焼け止め使ったの？なんか青いやつ。ニベアとかじゃなくて、なんか水色みたい、めっちゃ薄い水色みたいな感じのボトルじゃん、なんか入ってるやつ。それサラサラになるやつ。そう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 。なんか、え、なんでみたいな。私ちょっと、なんていう、つけた後のさ、ベタベタ感が嫌いだから、だからそういうサラサラ系のやつにしたんだけど、うん、なんかね、全然効いてないよねみたいな。みたいな。ちゃんとあれ、50プラス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 。そう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 。Why?本当ですか、それは。本当ですね。じゃあ何を使わなかったんだ。わからない。皆さんは何を使ってるんですか。ちょっとね、おすすめだよとかあったら、ちょっと、ね、私のために、あとみんなのちょっと日焼け事情のために。いや、内側はまだ白いよ。いや、見て見て。多分死んでるね。いや、死んでねえよ。生きとるわ。ちょっとした雑談でした。そうですね。ちょっと何か面白くなかったけど、面白くはなかったかもしれないけど、まあ、見てくれたら嬉しいなーみたいな感じです。います。はい。まあ、そういうことです。そういうことです。まあ、S100 人。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1周年、ありがとうございます。今続いたのはね、皆さんのおかげだと思ってるんで、次はまあ2周年、2周年、まあ、次も頑張ります。1周年じゃないね、5周年いこうか。もう10周年ぐらいいくか。10周年いくよ。うん、いっちゃう。飛び抜けとるやん。ということで、ではちょっとした雑談です。そう、ではバイバーイ。バイバイ。バイバーイ。じゃあね。バイバーイ。 Oh
星の三度目と光で夜だけが薄く踊ろうか。ほら水銀だって地下も砕けたの、ね、二人の銀河がきらめいた。 Say おーおーおー、せかせもつないで、おーおーおー、あなたに届け、おーおー、宇宙の果てから、おーおー、あなた信仰系